ございます。3、はい、マグネコ、あれなんだっけ、私たちマグネコアカデミーのバルです。あ、バルだけです。今日はバルの一日の流れを教えていきたいと思います。朝起きたらまず SNS 関係の返信をしたりして、携帯いじって一番最初にトイレに行きます。 GO。 おまずっ、苦っ、え、顔洗ってます。顔洗ってご飯食べて、朝はちょっとストレッチします。ごいただきます。いただきます。朝起きたらママとパパはもういないんで、仕事で、だから朝ごはんは自分で作って一人で食べます。今日の朝ごはんはゆで卵と、間違えた、卵焼きと、ふりかけのおにぎりと昆布乗せた米とトマト、あ、あと味噌汁です。一人寂しく、朝ごはんとか、割とご飯は意外と自分で作って食べてるかもしれない。パパパッとね。めんどくさい時はコーンフレークとか牛乳入れて食べるだけです。あと今日雨降ってるから、走りに行きたいんだけど、朝走れないから、ちょっとストレッチをこの後食べ終わってからします。歯磨き終わって、食べたもののお皿洗い終わったらストレッチをします。走る気分の人、走れる日は、軽く3キロぐらいは走ってます。けど、今日雨なんで、いつもよりぐうたら、今が10時だから、何時に起きたんだっけ？9時半に起きて、あ、違う、9時に、え？何時に起きたんだっけ？忘れてしまった。今日はいつもより練習が長い日なんですよ。だから大半ボクシングになっちゃうかもしれない。あ、でも、言うて、5時ぐらいまでは、練習時間までは、何してんだろう、いつも。何もしないんだよね。うん。携帯いじったり、映画見るのが好きなんで、映画とか見てるかな。うん。映画見たり、ゲームしたり、あと昼寝もしちゃうかも。そんなこんなしてたら練習時間になるから、5時ぐらいまではなんかもうそんな感じです。押す。小屋をしてます。暇さえあれば小屋って感じかな。いやいや、ね、お昼は、今12時なんですけど、お昼は親が仕事の休憩で帰ってくるので、そのタイミングと一緒に親と一緒にご飯を食べます。はい、いただきます。います。あ、お昼は卵とそぼろ。ママのは見せらんないフィリピンの料理だから。それは見せない方がいいかもしれない。いただきます。
よかった。一人でやっちゃうの？うん、大丈夫。これ臭いけど入れないよ。リザよく食べるんだけどね、ちっちゃいくの。入れてみて。え？口に。ミキも食べるんだよ、これ。よく。ボラッド、フィリピンでボラッドって言うの。ボラッド。うん、トヨ。トヨ。うん。ボラッド、トヨ。それは、トヨはフィリピン、あの、サンアロゴの人。うん。ボラッドはビサヤ。ママの言葉。ボラッド。うん。ビサヤの。サンアロゴは、トヨ。トヨ？トヨ。トヨ。うん。誰もいないよ。いや、誰もいない。あ、なんだ。今の時間が4時なんですけど、練習が5時からあるので、ちょっと朝走れなかった分、今着替えて準備して、準備をして、ちょっと走ってこようかなと思います。だけど寝起きだ、あ、なんて言うんだろう。4時まで、ゲームしたり、掃除したり、寝てたりして、で、4時、3時半ぐらいに起きたんで、ちょっと、食べます。お昼寝して起きたら、キウイかみかんを食べるんですよ。そうなんです。食べてください。あげる？うまっ。それと準備を終わっちゃいます。今日は水曜日なんですけど、撮影日が水曜日は2個練習あるんですよ。5時から7時半まではジムで練習して、そこから違う場所に移って9時半まで練習があるんで、今日はちょっと長くなっちゃうけど、撮れるところを撮っていきたいと思います。あ、みんなバルのシンボル、クーさん、これ多分つけて歩ける人バルぐらいしかいないと思うから、そこら辺で見かけたら、あ、バルだって思ってください。一旦荷物置いて走りに行きたいと思います。それじゃあ、またな。30分ぐらい走って、で、一旦家帰って荷物とか取って、そのまますぐジム来て、今ジムに着きました。準備して7時半まで練習してきます。今は10時半なんですけど、9時40分ぐらいに練習終わって帰ってきて、ちょっとグダーってしちゃって、で、今になります。で、今から夜ご飯を食べていきたいと思います。豆腐買ってきた。豆腐食べる。トマトは、トマトもある。ある。食べる。卵は、卵はあるある。OK。こんぐらいって言っても分かんないと思うけど、こんぐらい。あー、なおさら見えない。あー、こい、はい、こんぐらい。あー、もう本当に少なく見えるじゃん。あんま少ないんだけど。ねえ、こっち通ってよ。無理だよ。なんで？映っちゃうじゃん。いいじゃん。
正気か？美味しすぎた。なんか練習終わりあんまり食欲湧かないんですよね。もうオートミールと納豆は食べ終わってトマトを食べてるとこです。でもこれだけだとタンパク質が足りないってよく言われるんですよね。素直に寝たいですって言いなさい。寝ないです。じゃあなんで枕持ってきたの？ああ別に。バルが撮影終わったら帰るみたいな。いい。みんなのちょっと皆さんみたいな感じ。ふくらはぎになって。ふくらはぎになって。いい。ねえ。ちょん。いい。ちゃん。ママのことをマッサージするの？違う。何？ママが。あるって言ってなかったね。名前慣れしない。なんて慣れないよ。そんなバル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 。あはは。来ます来ます来ますって来ますって何？気まずいなみたいな。まずいまずい。じゃ気まずい。気まずいってまずい。だから気まずいは気まずいなの。なんでか分かんない。気まずい気まずい気まずいね、みんな。え、誰もいないんだけど。え、そう、誰も見てないよ。え、何これ。これから何百万人もね。ちょっとせめて。なんで？だってドライヤー行くもん。あ、なんで怖い？うん。え、何怖いんだけど、やめてくんない？え、何なの？何か感じた？うん。誰かいる？よー、伸びたね、マヨに。ね、どこに出すのこれ？ YouTube。 あ、はい、カットなし。暗いね。まあ大丈夫でしょ。で、お風呂上がったのが12時ぐらいで、まあスキンケアとか髪の毛乾かしたり歯磨きして今終わったんで、もう寝ます。12時半ぐらい、まあ携帯いじって1時半ぐらいに結局寝るんだけど、まあそんなこんなでバルの1日は終わりです。ママ壊すでしたって言って、ママ壊すでしたって言って、え、ママ壊すでしたって、ママ壊す、はい、あ、バルでした。バイバイ。おやすみ、みんな。バイバイ。